こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では短パン界のトップランナーであるグラミチについて徹底的にですね解説をしていきたいなというふうに思っています。撮影しているのはですね今6月の末なんですが、まあ梅雨時期ですが結構ですね蒸し暑い日が続くわけなんですね。そうなるとやはりですね長い丈のパンツもいいんですが履きたくなるのが短パンかなというふうに思ってます。まあ僕自身もですね短パンは結構好きで、まあ梅雨時期ぐらいからですね8月9月の上旬ぐらいまでは結構履く機会が多いんですが、まあいろんな短パンがある中で一番ですね愛用しているのはやはりですねグラミチで間違いがないのかなというふうに思っています。皆さんもですねどこかで名前は聞いたことがあるかもしれませんがまだですね実際に買ったことがなかったり見たことがない方もいらっしゃるかなと思いますので、今回はですねグラミチのショートパンツを徹底的に解説をしたいなと思ってますので、気になる方はですねぜひ最後までご覧になっていただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですねなるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関しましては僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で解説をしています。大体ですね今週に 3,4 本ぐらいのペースでもうリアルタイムでですねどんどん買ったものを紹介したりですとかコーディネートの方法について中級者向けにですね解説をしてますので、気になる方はこちらの動画の下の概要欄にですねリンクを貼っておきますので、そちらの方からチェックをしていただければなというふうに思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということでですねここからは具体的にグラミチのショートパンツについて解説をしていきたいなというふうに思ってるんですが、今ですね僕には手元に2枚のですねショートパンツがあるんですね。それを持ってきました。まず1つ目はですねこちら、これはですね今から2年前にアーバンリサーチで購入をしました、グラミチとアーバンリサーチのコラボで作ったショートパンツになります。まあ、素材はですねソロテックスというものを使っていてかなり軽量でツヤ感もあってですねすごく使い勝手がいいんですね。まあ、個人的にこれがですね完成度がめちゃくちゃ高くて今年もガンガン履きたいなというふうに思っている一着になってます。でもう一着に関しましては昨年購入しましたこちらのオリーブ色のカーゴパンツっぽい形のアプローチのグラミチのショーツになっています。こちらもですね去年履いたんですけども、まあちょっとですねこういったベーシックなものもあるのでちょっと変化球をつけてこういったものを買ってみたわけなんですが、まあ正直ですねこの2つだったら断然こっちの方が使いましたね。まあそのあたりもですねまた後ほど解説をしていきたいなと思ってるんですが、まあグラミチというパンツにはですねどのような特徴があるのかをですね僕の中で今回もホワイトボードにまとめてきましたので、こちらを見ながらですね解説をしていきたいなというふうに思っています。まあ、グラミチというブランドはですね意外と歴史が長くてですね創業は1982年ということで僕とですね年齢が近いんですね。これを言うとですね僕の年齢が分かってしまうわけなんですが、まあ、このマークでおなじみですね、まあ、ランニングマンというキャラクターなんですけども、もともとロッククライマーとして有名だった方が立ち上げたブランドなんですけども、このブランドの特徴として僕は3つ挙げることができるのかなというふうに思っています。まず1つ目はですねここが一番重要なんですが、バランスの良いデザインというところですね。まあ、グラミチのボトムスってやっぱりですね専業でずっと長らく作ってきているところがあるので非常にバランスがいいんですね。例えば丈の長さのバランスもすごくいいですし、あとは裾の広さ、このあたりもですねちょっとした違いで見え方が全然変わってくるんですが、本当にトータルバランスがいいブランドかなというふうに思っています。そして様々な年齢の方が着れるというところもすごくいいなと思ってまして、僕はですね20代の頃から履いてるんですが、10代の方が履いてもいいですし20代の方が履いてもいいですし30代ですとか40代前半のですね大人の男性にも似合いやすいような本当にですねバランスの取れた良いデザインというところが、まあ、グラミチの特徴なのかなと思っています。あんまり奇抜なところはないんですが、ベーシックさを抑えながらも決して古臭くならない、このあたりはですねさすがに他のブランドとの差はつきやすいのかなというふうに思っています。そして2点目に挙げているのは機能性の高さというところなんですね。大きく分けると2つの項目があるんですが、ウェービングベルトと言いまして、これがですね、まあ、実物を見ていただくと分かるんですが、このようなベルトになっていまして、片手でもですね開閉できるようなすごくですね機能的なベルトになってるんですね。ウエスト周りに少しゆとりがあってもこのベルトで締めてあげればですね簡単にウエストの調整が
ができるというところで、僕もですね、このあたりはすごく使い勝手がいいなというふうに思ってます。今ではですね、こういったベルトというのはいろんなベルトで採用されているわけなんですが、やはりですね、元祖といえばグラミチがやはり思い浮かぶぐらいですね、ブランドの象徴的な一つの箇所かなというふうに思ってます。まあ、この先端にもですね、ランニングマンがついていて、少し垂れ下げながらですね、ここをアクセントにするという着こなしも楽しめるかなと思っています。まあ、個人的にはですね、ここは見せないことが多いんですけども、そのあたりはですね、個人によって使い分けていただければなというふうに思っています。そしてもう一点がですね、ガゼットクロッチという部分になってまして、このですね、股下の部分なんですけども、足が180度開閉しやすいようにすごくですね、機能的で動きやすい作りになっているんですね。まあ、これもまたですね、今ではそんなに珍しくはなくなっているかなと思うんですが、当時は画期的だったんですね。もともとクライミングウェアとしての歴史がありますので、いかにですね、履き心地がいいのか動きやすいのかというところにはかなりですね、こだわって作られているので、そういった使い勝手の良さというところもグラミチの特徴かなと思っています。ただこの機能性というのはですね、あくまで一番があってこそ僕はですね、重要になってくるのかなと思っています。機能的な服っていろいろあるかなと思うんですが、あくまでデザイン性が良くないとこの機能性というものが生きてこないかなと思うんですね。デザインが良くてなおかつ機能的だからこそグラミチが評価されているのかなというふうに思っています。で、3点目がですね、履くと気分が上がるというですね、なんともばっくりとした表現なんですが、これも結構重要で、まあ具体的にはどういうことなのかというと、価格がですね、まあちょうどいいわけですね。こういったショートパンツって様々なブランドから出ているわけで、本当にですね、ユニクロでも出ているわけですね。最近のですね、ユニクロのショートパンツもよくできていて、本当にね、グラミチはあんまりデザインが変わらないものもあったりするんですが、まあ、ユニクロの良さというのは値段の安さだったりするわけなんですが、その反面ですね、値段が安いので着ていて気分がめちゃくちゃ上がるというような高揚感というのはですね、なかなか得にくいんですね。そのあたりはですね、グラミチのボトムスというのはだいたい8000円から1万円前後というところで、ちょっとですね、価格的には高いんですね。決して高すぎることはないんだけども、少し背伸びをして買わなくちゃいけないというところが、逆にですね、履くと気分が上がるというところにつながるのかなというふうに思っています。そしてもう一つですね、気分が上がる要因としては、結構別注モデルを作ってるんですね。先ほどご紹介したこちらはアーバンリサーチの別注のモデルなんですが、様々なセレクトショップとコラボレーションをしてグラミチってショートパンツを作っているんですね。例えばナノユニバースですとか、アーバンリサーチですとか、シップスですとか、それ以外にもですね、国内のドメスティックブランドとのコラボレーションもあったりするので、本当にですね、そういった別注バージョンがたくさん出てるというところも気分が上がる要因の一つかなと思っています。グラミチにはですね、定番的なコットン 100% のオリジナルものもあるんですが、僕はそれよりもセレクトショップのコラボレーションモデルの方が好きで、まあ、素材の質感としては結構さらりとしたポリエステルですとか、あとはナイロンだとか、そういったものが結構好きだったりするので、こういった各店のコラボレーションモデルを比較しながら選ぶというところも気分が上がる要因になるのかなというふうに思っています。まあ、このようにですね、しっかりとした歴史がありながらもバランスの取れた3点の項目があるからこそですね、グラミチは最強の短パンなのかなというふうに思っています。まだ持ってない方はですね、ぜひトライをしていただきたいなというふうに思ってるんですが、まあ、実際に履いてみたらどんな見栄えになるのかですね、この後僕がですね、私物を履きながら皆さんにお見せしてみたいなというふうに思っています。はい、ということで実際に履いてみました。いかがでしょうか。かなりですね、バランスのいい仕上がりになっているかなと思っています。まあ、具体的に見ていきたいのは、まずは裾の長さなんですけども、これがですね、長すぎてもやぼったく見えますし、短すぎてもですね、結構女性からの評判がめちゃくちゃ悪くなるんですね。僕が好きな短パンの中にグラミチ以外にノースフェイスのものがあったりするんですが、まあ、結構有名なのがですね、バーサタイルというモデルなんですけども、それはですね、もっと短いんですね。感覚で言ったらこれぐらいなんですよ。結構快適で、まあ、バランスも良くて、ファッション業界の方の中でもですね、愛用者が多かったりするんですが、まあ、部屋着だとかワンマイルウェアとしてはいいんですけども、ちょっとですね、お出かけ着としてはかなり短すぎるかなと思うので、できれば膝の中心からこの裾の部分までがですね、だいたい5センチ前後ぐらいが僕は理想的かなと思っています。まあ、もうちょっとですね、長めで3センチぐらいでもいいかなと思いますし、あんまり短すぎるのは推奨しないので5センチぐらいがいいかなと思っています。
とは言ってもですね、やっぱり長いよりも短い方がこなれた雰囲気は出やすいんですね。ですので僕はこちらはですね、実は現行のものからだいたい 1.5 センチぐらいあえて裾上げをして短くしてるんですね。ですので通常のグラミチよりも少し短めになっているんですが、ファッションが好きな方であればこれぐらいの長さがいいですし、もうちょっとベーシックな方がいい方はですね、特に裾の長さはいじらない方がいいかなと思うので、だいたいですね、膝の中間から5センチ前後というところを一つの目安にしていただければなと思っています。あとはですね、裾幅もちょうど良くて、これがですねタイトなものも結構あったりするんですね。綺麗めなパンツだと結構タイトだったりするんですが、少しカジュアル感があった方が僕はいいかなと思っていまして、最近はですねちょいゆるサイズというところもトレンドになっているので、これぐらいの適度にですねゆとりがあるぐらいがバランスがいいのかなというふうに思っています。このあたりの基本的なデザインバランスがすごくいいのがグラミチの特徴かなと思っています。そしてベルトですね、ここにランニングマンがチラ見えしているわけなんですが、こういったところも一つのアクセントになりますし、本当に様々なスタイルに似合いやすいかなと思ってまして、今僕はですねオープンカラーシャツを合わせているわけなんですが、これはもちろんですね半袖の T シャツでもいいかなと思っています。ユニクロ U のエアリズムで少しゆったりめの T シャツを合わせてもらうのもバランスがいいかなと思いますし、トップスも様々なものと相性がいいです。そして靴に関しても、これまたね結構いろんなものが合いやすいんですが、今はですねちょっと着こなしを引き締めるためにブラック系のスニーカーですね、エアマックス97を合わせて少しボリュームを出すようにしてるんですが、それだけではなくてですね、今持ってきてるんですけども、例えば以前ですね動画でも解説したリビエラのスリッポンなんかでも結構相性がいいんですね。ちょっと履いてみたいと思います。ちょっとグラグラしそうで怖いですね。はい、こんな感じでちょっと大人っぽくまとめたいのであれば、こういったリビエラなんかもバランスがいいかなというふうに思ってます。リゾート感の出るような見た目ですね。こんな感じもいいかなと思いますし、あとサンダルみたいなものにも結構相性がいいんですね。手羽のサンダルもいいかなと思いますし、今年だったらですね僕はこう最近買ったエアリフトですね、こういった感じです。ちょっとスポーティーな見た目のものと合わせていただいてもバランスがいいので、結構靴も様々なものが似合いやすいかなと思っています。厚底のスニーカーからこういったサンダル系も合うし、あとはリベーラみたいなものも合います。ただですねちょっと合いづらいのはローファーみたいなような結構きれいめなものですね。結構グラミチはスポーティーなので、足元だけきれいめ方向に行き過ぎてしまうと結構バランスが取りづらいかなと思うので、そこだけ注意をしながらコーディネートしていただければ結構使い勝手がいいのかなというふうに思っています。そして色なんですけども、先ほどですねオリーブ色のものをご紹介したかなと思うんですが、短パンというだけで結構カジュアルに映るので、その上で色を遊んだりだとか、あとはですねディティール残ったものにすると結構難易度が上がるなというイメージがあります。カジュアルなものだからこそ、なるべくデザインはシンプルで、色合いもネイビーだとかブラックだとかシャープなものを合わせた方がいろんな男性にも似合いやすいかなと思いますし、僕自身もですねやっぱり使い勝手が良かったかなと思うので、おすすめはブラックかネイビーかなというふうに思っています。ぜひ皆さんにもこちら見ていただきたいなと思うんですが、真夏になるとサイズの欠品が続出するので、ぜひですね早めの段階でチェックをしていただければなと思っています。こちらの動画の下の概要欄にですねいくつかおすすめのものもリンクを貼っておきますので、よかったらチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画ではグラミチの短パンについて徹底的に解説をさせていただきました。こちらを見ていただければいかにですねグラミチのパンツが完成度が高いかというところが分かっていただけたかなというふうに思っています。ユニクロですとか GU ですとかグローバルワーク、安くていいものもたくさんありますが、そういったものだけではなくて名品と呼ばれるものにもですねたまには触れながらファッションの幅をですね広げてもらうと大人の男性にはすごくいいかなと思うので、ぜひ参考にしていただければなというふうに思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をなるべく分かりやすく解説をしたいなというふうに思っています。最近はですね動画をですね火曜日、水曜日、金曜日、土曜日、日曜日と5本ですね配信してますので、よかったらですねチャンネル登録をしてお見逃しのないようにしていただければなというふうに思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山俊のメンバーシップチャンネル。